女の子と3人でカラオケ行ったことがあって、まあ道夫が一回トイレ行って、うん、そしたらその女の子が実は私道夫君のこと好きなんだよねみたいなことを言ってきた子がいて、まあそれ結局道夫がその子付き合って、はい、僕人生初の彼女です。初めて付き合った子なんだけど、はいはい、まあ、あれ実は話まだあって、えあの、まあ、確かに道夫がねあのことが好きなんだよねって俺に言ってきたのは事実なんだ。事実なんだけど、その後にあの俺の、ね、顔にこんぐらい近づいてきて、でも布川君もかっこいいねって言ってきて、マジ俺の股と股の間にこう足入れてきて、かっこいいよね布川君も、かっこいいよね布川君もって、うわマジですごい、お前の初めての彼女を俺誘ってきてたよ。